ニナ、せーの、マリニです。今日は夏のコークミックスチャレンジで見事優勝した私たちマリニチームのオリジナルコークミックスを作ってみたいと思います。その名はズバリファッション単語です。このコークミックスのポイントは、今回のテーマであったフレッシュとか爽やかな雰囲気をこのコークミックスで表現してみました。では早速作ってみましょう。はい、今日の材料はこちらです。こちらです。じゃじゃん。はい、それでは今から作っていきたいと思います。まずこの砂糖にこうやってグラスの、そうなんですよ、縁に砂糖をまぶしていきたいと思います。次、パッションフルーツのシロップをグラスに入れていくんですけど、はい、はい、でここまでやっていったら、次にカップの6分目くらいまで氷を入れてきます。スペルどれくらいかな、6分、こちらを、はい、これくらいかな、はい、入れていきます。そしてもうこのフルーツを好きなだけ入れていきましょう。缶詰のフルーツたくさん入れてよ。これ本当に飲み物と合うよね、うん、めちゃくちゃ美味しいよね。ちょっといい感じに出てくるの、うんうん、中のピーチが入れました、うん、はい、じゃあ次にコークを入れていきたいと思います。じゃあ入れていきたいと思います。さっき泡の部分が、そうだね、少しずつ綺麗に分かれてるからね、2層にここぐらいまで入れて、次にこのチェリーをちょっと飾りとして上に置きます。おー、え、かわいい。で最後3つ目入れたいので入れます。そういう感じ、どう、はい、はい、で最後にこの輪切りのオレンジを飾りとして飾ります。こうやって綺麗にスパン、おー、はい、完成、完成。すごく簡単なので、皆さんもぜひ試してみてください。ファッション単語でした。飲んでね。飲んでね。